フィッシャーズシルクです。ロードシルクの個人チャンネルへようこそ。ということで、今回の、動画はですね、漫画についてです。漫画についてって言ったんですけど、まあ、どんな漫画かと。サッカーの漫画皆さん見てますか？葛飾区出身だからね、僕は。昔ながらで言ったら、キャプテン翼、ジャイアントキリング、エンジェルボイス、青足。昔ね、アニメであったんですよ。僕、子供の頃、実はサッカー習ってて。その時にね、見てたアニメが、中田英寿さんっているじゃないですか。あの人の、なんかこう、キャラクターみたいなのがいて、ヒデっていうね、アニメがあったんですよ。それも見てましたね。僕がさ、サッカーやってたら多分知ってる人、多分ほとんどいないと思うんだけど、実は僕サッカーやってて、と言っても、ちっちゃい頃なんですけどね。バスケットボールとかをやる前に、水泳と一緒にサッカーやってて。で、僕サッカーやってたんですけど、当時ね、フォワードだったかな、多分。ポジション多分そうだった気がする。あんまり覚えてない。けどね、合宿強化選手みたいなのにも選ばれてはいたんですよ、実は。チームの中でも一応得点を一番取る人みたいな感じだったんですよね。で、サッカーやってたんですけど、兄がスラムダンクを見てバスケをやることになり、僕もそのね、流れで、お母さんにサッカーをやめさせられてバスケに行くんですけど、割かしサッカーは好きだったんですよ。でもね、僕ね、毎回そうなんですけど、子供の頃ね、ただ体を動かしたいだけだったから、バスケットもそうなんだけど、サッカーもそうだし、まあ、水泳もそうか。あんまりルール知らないんだよね、実は。本当に体を動かしたい。なんか本当にうわーって溢れるエネルギーを放出したいっていうイメージでずっと動いてたから、あんまりルールとかこだわったりとか、もう上手くなろうっていう心もね、あんまり正直なかった。ここ最近はね、ちょっと考えてスポーツとか運動するようになったから、まあ、上達が最近ね、マジで大人になって早くなったなって感じます。もともと僕のいたなんかサッカーチーム、今では結構強いみたいなんですけど、その時のね、監督コーチか。今でも俺のこと覚えてるかな？おーい、覚えてますか？僕たちはね、タラちゃんって呼んでたんですけどね。あ、その話はどうでもいいよ。サッカーの話なんですけど、ね、ちょっと皆さんに、マジで嬉しいお知らせをしたいと思います。ここ最近僕がね、激ハマりしてるサッカー漫画、ブルーロックってご存知ですかね？こちら。こちらの漫画です。ブルーロック。これね、たびたび僕がね、おすすめ漫画として上げさせていただいてるんですけど、これ後ろのね、言葉がね、マジでこうなんか、すごい。くたばれ日本サッカー。もう一度夢を見るために。すごくね、ここだけ見たら。意味合いをこの漫画を読めばわかるんですけどね。この言ってる意味が。そうそう、この間ちょうどね、サッカー見ました。ブラジル対日本のやつ。やっぱりあれだね。ネイマールってやっぱうまいね。当たり前のこと言ったけど。僕サッカーね、観戦は、まあ、たまーにするんですけど、ようようこうじーっと見ることってあんまなくて実は。じっくりスポーツって僕観戦するのね、実はバスケもそんな見ないんですけど、総合格闘技が多いかな。サッカーはこの間まじまじ、こうね、まあ、まじまじでもないか。編集しながらこうね、脇目でこう見てたんですけど、みんなよくあんなさ、芝生の上で軽やかに動けるよね。その日、雨降ってて、びっちゃびちゃだったんですよ、芝生。蹴り上げた草とかがみんな額とかについてんすよ。よくあんなびっちゃびちゃのコートでさ、体幹を張りながらさ、転ばないようにさ、こう足元をさ、うまく使ってボールを運べるなと思って感心したんですけど、ネイマールってやっぱすごいストライカーだよね。ブルーロックって、この漫画面白くて、内容的に言うと、日本サッカーには革命的なストライカーがいないみたいなことを言ってるんですよ。フットボールの世界において一流のゴールキーパー、ディフェンダー、ミッドフィールダーを育てることができるが、ストライカーだけはその類ではないと言ってるんですよ。だから一流のストライカーっていう、もう生き物を日本から生まれさせないと、日本は世界一位にはなれないって言ってる漫画です。これがマジで面白くて、言ってることもね、これ合ってるんです。サッカーは11人でやるスポーツだってね、主人公のね、潔くんが言ってるんですよ。それも合ってるんだけど、とはいえ、一人やべえやつ、革命的なストライカーがいる必要があるよねって言ってる漫画で、これがね、僕結構好きで、ブルーロックっていう若きエースたちが全国から集まってきて、そこにみんなが、まあ、入って、まあ、合宿みたいな感じですよ。そこからストライカーを生もうっていう、まあブルーロックっていう施設があるんですよ。そこの物語なんですけど、このね、エゴさんっていうすごいね、おかっぱ頭のメガネかけたね、やつがいて、まあ、こいつがなんか支配人みたいな感じなんですよ。この人のね、理論みたいなのがまあ面白くて、実在する選手とかもね、結構ここにね、名前で出てくるんですよ。このエゴさんの言うセリフね、世界一のエゴイストでなければ、世界一のストライカーにはなれない。これがすごいよね。世界一になるための話をね、してるわけなんですけど、日本サッカーが世界一になるためには、革命的なストライカーを生む必要があると。
それを作る場所がこのブルーロックだと言ってるんですけど、僕もスポーツをやってたんでいろいろと見てね、青春がこう湧き上がるところもあるし、勝った負けたって本当にね残酷なんだけど、やっぱいいなって思う、そういうね漫画なんですよ。サッカーを知らなくてもゲーム性が結構あるんですよ。ボールを当てるっていう鬼ごっこみたいなのやったりとか、まあ、3対3みたいな形の戦いやったりとか、サッカーを知らなくても読みやすいですこの漫画は。あとなんかちょっと一人一人に固有の特技みたいなのとかちゃんとあるんで、すごいキャラクターが分かれてるから見やすいです。で僕ねこのブルーロックをねちょっと前から押させていただいたんですが、駅にねこの間僕このブルーロックと一緒に僕がねこういっぱいバーって駅に掲載というかなんかいたんですよ。ブルーロックの名場面みたいなのをこう付箋でねこう僕書かせていただいて、ここがこうこう思ったこう思ったっていうのを感想を述べさせていただいて、まあそれがねその感想みたいなのが駅に流れるみたいな感じの企画だったんですけど、まあ、僕ねブルーロックについて話させていただいたら、なんとですねこちらご覧ください。ドン、まだ表面は見せません。なんとですねこちら原作の金城先生からですね、なんとサインをいただきました。しかもね野村さんからも多分いただいてるよねこれ。すごっ、ちゃんとお二人のサインが書かれてるんですよ。金城さんと野村さんのキャラクターは何がいいですかって聞いてくださって、僕ね好きなキャラまあいっぱいいるんですけど、まあ、やっぱり主人公潔くんを書いてほしいって言ったんですよね。潔くんはね一南高校のフォワードの2年生ですね。埼玉県大会の決勝に出てるね、普通にまあこの段階で強いんですけど、まあ、ここから成長していく主人公がいるんです。その主人公書いてほしいって言ったんですよね。でもバロンも僕好きでって言ったんですよ。そしたらねどちらも書いてくださったんですよ。しかも特別仕様、じゃあ見せます。せーの、ドン、こちらです。すごくね、ブルーロックフィッシャーズシルクロードさんへブルーロック付箋企画へのご参加ありがとうございます。こちら金城さんのねサインと野村さんのサインですね。全体的なサインがこちらです。やば、潔がねアデューしてるんですよ。これ感動よね。うわー、潔世一がアデューをして、そしてユニフォーム胸にはねフィッシャーズロゴがいます。これすごいよね。フィッシャーズがねフットボールチームを作ってこう入ってくれたみたいな、そんな感じになりますよね。でアデューって言ってくれてます。アデュー、ここにねバロンいるんですよバロンもアデューしてますけど、すっごいねこの目つき、いやーマジすごいわ。ありがとうございます。本当にこれいただけるっていう日からね、それが分かった日からすごい楽しみにしてたんでね、手元に届いた瞬間速攻廊下に飾りました。やっぱねこういうのほんとテンション上がるし、やっぱなんだろう、頑張ろうって思えるわ。こういうのいただけるとかっこいい。フィッシャーズマークついてんのやばいよね。ユニフォーム着てくれてんの。ブルーロックね今も僕ちゃんと押してるし、しっかりと追ってるので、ぜひとも皆さんね見てみてください。マジで面白いからこの漫画。潔くんはね、そのなんて言うんだろうな、引いてた能力っていうのがゲームメイクのところにあるんですよ。まあフロアバランスを見たりとか、コートのこうね選手の配置だったりとか、誰がどう来る、誰がどこにどうしてほしいみたいなのが分かる、そういった引いてた能力を持ってるんですよ。こういう人ってほんとチームに必要だし、僕もどっちかっていうとこうなりたいと思ってたタイプだから、自分が得点をいっぱい決めるんじゃなくて、この人がこうしてほしいっていう場所にこうできるようになりたいみたいないうタイプだったんでね、ちょっとね分かるんですよね。あと羨ましいです、こういう能力を持ってる人。バロンみたいに俺が全てを決めてやるっていうのもかっこいいんだけど、どっちへのねこう、あ、なんだろう、憧れもあって、僕は潔くんみたいになりたいんだけど、バロンみたいなのもかっこいい、一人としてオスとして強いみたいな。なので僕はですね、凪くんはどっちかっていうとね天才的なこうセンス系というかテクニックがものすごいタイプなんだね。トラップがむちゃくちゃうまいんですよ凪くんって。そういうね繊細なのはね僕は羨ましいと思うし、すげえなと思うんだけど、自分に置き換えた時に、あ、このタイプではないなみたいな、こうマジシャンタイプというかテクニックマジシャンタイプ、僕はどっちかっていうとこうコートのバランスとか人がしてほしいと思ったところにドンピシャで合わせるとか、あと憧れとしては自分一人でもゲームの流れを変えてしまうみたいな、そういった人がね好きなの でバロンはね本当になんだろう、勝つために飢えて飢えて飢えまくって悪魔に取りつかれるんですよ。お前だけは絶対倒すっていう、そういうやつ俺大好きなんで、なのでねお願いしちゃいました、ついつい。
この2人が好きなので。てなわけでですね、今回の、この個人チャンネルはですね、ブルーロック原作、漫画をね書いている、まあ、金城先生とそして、ね、野村先生にサインをいただきましたという、動画でございました。皆さんがねこうやって動画を見てくれてるからこういう結果にもつながってるのでね、本当皆さんもありがとうございます。駅で見た人いるかな、この広告見たよーって方はコメントお願いします。ということでですね、今回の個人チャンネルはご報告でございました。そしてね、嬉しいっていうのを共有したいなと思ってこれをね動画に上げさせてもらいました。それでは。